はい、シェラトンの中にあるパラッツォクラブという、ゲーミングクラブ、カジノクラブですね、に行ってきました。勝ちです。40ドル50ドルぐらい買ったかな。かなり勝ちです。連日買ってます。ほんでこれはいいね。勝ってるところでやめておくのが吉ですね。いやー、よかったよかった。ふう。さあ、まだ日が高いんでね、移動しましょう。さて、ベトナムに来て初めて太陽を見ている気がするがと同時に雨も降っている。キツネのウェディングですな。あ、雨がちょっと一旦避難しましょう。なんか仰々しい場所に来たけど、ここなんだ。一旦避難します。何なのか分かんないけど、なんかあれか、ホーチミンさんの肖像がかけられていて、ここ何、みんな写真撮ってるけど、ここ何なのか知らないでここに来てるやつ俺ぐらいしかいないでしょ。ちょっと Google マップで、ほうサイゴンセントラルポストオフィス、郵便局だ。サイゴンセントラル郵便局だそうです。一瞬全然そうは思えなかったけど、言われてみれば確かにこの辺郵便局って感じするね。なんかこの売店コーナーがすごかったから、なんだマーケットかなんかかみたいな風に思ったけど、あ、郵便局でしたね。郵便局でこんながっつりいろんなもん売ってるんだね、お土産品というか。SIM カードまで売ってるし。これなんだ、コインだ。昔のコインかな。今ベトナムにはコインの通貨がないからね。何なのか知らずに来てるやつ。電話ボックスかこれ。電話ボックスっぽいな。何なのか知らずに入ってきたら、ベトナム、中央郵便局でした。ホーチミン中央郵便局でした。この辺は切手シートとかそんな感じだね。おお、郵便局っぽいのか。傘モチーフのやついいな。お、シュバルドラックが傘をかぶってる。いいねいいね。伝統的な感じだね。トラディショナルっていう感じがするね。なるほど。もうなんかトランスフォーマーっぽいのあるぞ。ワイヤークラフト。ジャンククラフトによるもの。まあでも別にベトナム自体にねさほどの興味はないので全部お土産品スルーしちゃいますけど、この傘かぶってるの可愛らしいですね。向こうもあるな。向こうはなんだ。向こうもありまして、コーヒー豆、ベトナムコーヒー、なるほど、コーヒー豆か。こっちはなんだ、ここは工芸品、民芸品、そんな感じだな。スバルドダックスバルドダックではない。 T シャツが売ってる。
ベトナムの国旗シャツか。別にいらない。まあ、こういうね、ザッツベトナムみたいな民芸品が欲しい方はいいんじゃないでしょうか。いくらか、いくらするのか知りませんけど。あ、雨ちょっと上がったかな。よし、外に行きまーす。ダイヤモンドプラザなる場所にやってきてみました。何やら楽しげ。何やら楽しげな装飾が施されておりますが、クマさんがいっぱいいる。なんだろう。何のクマだっけ？これもなんか覚えがあるよ。なんだ、名前が出てこないけどね。世界各国でよく見るクマだ。なんだっけ？キューブリックなんちゃら、ベアブリックなんちゃらだっけ？よいしょ。ダイヤモンドプラザ、ロッテ。ロッテ系列なんか。なるほどね。行ってみましょう。はい。おおよそこんな感じとなってますが、全然わかんねえけど、マイキングダムってのはおもちゃ屋さんってのは覚えたか。だから、多分私が用があるのは4階だね。よし。行ってみよう。あ、涼しい。ようやくね、死ぬほど暑くなってきた感じ。やっぱ太陽の太陽の光ってのはすげえな。あ、暑い。なんだろうね、こうあれか、曇ってたからかな。まあ今ベトナム雨季に入ってるっていうのがあって、この2日間曇りが続いてたんだよね。まあ今日3日目にしてようやく、まあ、最初は曇ってたんだけど、今ようやく晴れ間が見えて、見えたら見えたでやっぱ刺すような暑さがやってくるね。フィリピンと変わんねえな、やっぱりその辺はな。まあこういうところでね、入って休み休み、観光、ショッピング観光、ショッピングモール観光をね、楽しんでいこうと思います。バーチャルドラゴンのアスラです。私のチャンネルはそういうチャンネル。さあ、ね、ショッピングモール観光でも特におもちゃコーナーを見て回る、女の子向けトイを、ね、ガールズトイを見て回るのが私の趣味です。なんでね、まあそういうね、この人は海外行ったらそういうことするんだなって思っといてください。はい。未知のね、未知の場所に行ったらもう絶対それやるんだよ。日本以外で、日本でもまあやってるけどね。Kマーケット、コリアンか。さっきロッテがどうのって書いてあったな。だからか。はいはいはい。なるほどね。さてさて。マイキングだ。もうなんだこれ、なんだこれ。メリゴがありましたけど、なんでしょう、まあ、あまり期待はしておりやせんが、そうなんだよ。マジック・ザ・ギャザリングがちょっと欲しいんだけど、ないんだよね。まあ、トレカの扱いが薄いというかさ、そんな感じなんだよな。ポケモンカードも、まあ、通常あまり見ないしね。いや、あるにはあったのか。あるにはあったけど、パックの値段まだ分かってないところがあるな。何物でもない感じね。雨雪とかの、IP 系はもちろんあるんだけど、何物でもないやつがね、売れてるんでしょうな。売れてるからあるんでしょうな、こういうところのラインナップに。何物でもないか、ただただ、ただただ可愛いの暴力。またしてもデカめのショッピングモールにやってきましたが、まあ横にでかくて、縦にはあんまでかくないっぽいな。Eマートです。横にでかい。縦にはそんなにでかくないね。多分2階ぐらいまでかな。2階もうないかもしれない。行ってみます。
ああ、韓国によくこの名前でお店あったの覚えてるけど、韓国系？ここもまた、そうだな、真正面がスーパーマーケット部門って感じになってるね。じゃあそっちは置いといて、なんだろう、ジャスコミがあるというか、少年頑張った少年頑張りました。上下2階に分かれてて、下がスーパーマーケット、ハイパーマーケットの部門で、上がプレイタイムキッズクラブ、タイム、あ、ゲーセンとかがあるね。プレイタイムキッズクラブがあって、タイムゾーン、ゲーセンがあって、本屋さんがあって、この本屋さんもまあよく見るやつだね。ファーハーサーっていうのかな、よくわかんないけど、呼び方はわかんないけど、まあまあ よく見るお店がいっぱい入ってる。ベトナム、ホーチミンのショッピングモールでよく見るお店っていうのがね、いっぱい入ってる感じだね。あ、ミニソーもあるね。ミニソーがあって、アポロイングリッシュ、英語の、教室がありますね。ミニソー。チャンカンクンかな？香港。香港の料理屋さん、そして奥にはスターバックス。なるほどね。アイジェラート、よし、じゃあスーパーマーケットの部門を見に行ってですね、ドリンクを買いたいと思います。喉乾いちゃった。よし、じゃあちょっとドリンク すげえ普通にスーパーかと思ったら衣料品コーナーも充実してる。すごいな。めっちゃ広いじゃん。大人も子供もお洋服いっぱい。すごいな。カルフール味を感じるね。こういうラインナップっていうか、こういう配置だと。カルフールもね、大きいカルフール、台湾の大きいカルフール、ちょうどこんな感じだったよね。カルフールみたいなもんか。なるほどね。そうだな、スパイファミリーのシャツとかないかな。ああ見つけた。グエンズって書いてあるね。119,900ベトナムドン。安いんじゃね？でかいサイズで私が着れるようなのあるかな？ないか、さすがに。ちなみにベトナムにディズニーランドはありませんよ。もちろん。もちろんありませんけど。すげえな。ないのにもかかわらず、この情報を伝達。ベトナムにまで名を轟かせているんですね。すごいな。さあ、どうしよっかな。やべ、冷えてるドリンクね。やべえな、これ冷えてるドリンクないパターンのやつね。マジか。冷蔵庫コーナーないのかな。コールドドリンクが欲しいよ。いや、混んでるな。混雑がすごいわ。
ピエトルドリンク、コールドナドリンク、ないね。あ、突き当たりが冷蔵セクション、冷蔵セクションだけど、うん、あーヨーグルトとかそういう感じね、うん、わー飲み物は冷蔵してないのかな、してないっぽいな、マジか。こっちの方はどうだ。ビアビアビールビール、お酒お酒、うん、ワンチャンここにあるんではないか。ペプシ、冷えてそうなペプシ、でも缶だけだ。別にいいんだけど、缶だろうが何だろうが、ちょっと冷えてそうなものがやったり、ま、お、あそこも冷蔵セクションかな。でもなんかちょっと違う気がする。化粧品だ、化粧品セクションだった、冷蔵じゃない。どうしよう、ない、コンビニに行くしかないのか。うん、いや残念だな。どうしよう。わあどうしよう、冷えてる飲み物が売ってないです、マジでか。でみんな爆買い、めっちゃ爆買いしてくんだね、買いだめするんだ。あ、レジ前、レジ前にある可能性が高いね。そうだそうだ、大概そういうのはレジ前にあるもんですよ。さあレジ前に来たけど、ほらった、冷えたドリンクレジ前にございました。はい、7100、7100、8000、サムズアップ9000、謎パンパンにしてみようかな。うん、はい、悩んだ末にですね、すっきりしたいのでコカ・コーラゼロを買いました。でですね、お会計が7200ドンなんですよ。7200ドンで、まあ、真面目に私8000ドン渡したんですけど、いやいらないよっていうんで7000ドンで会計処理されました。下3桁の意味下3桁切るんだね、すげえなー。またいつか見てください、いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう、またいつか会いましょう、またねー。